もこんなにたくさん。パレオ感激です。感激するにはまだ早いぞ。実は特大ケーキ作ってきたんだ。今持ってくるからちょっと待ってろ。パレオも手伝います。ダメ、今日はパレオの誕生日祝いなんだから主役を働かせるわけにはいかないでしょ。そうですよ、日頃の感謝も込めてゆっくりしてもらわんと。ですが。大丈夫だから、そこでじっとしてて。おいロック、ケーキ皿ってこの棚だよな。そうですですけど、あの紅茶に入れるお砂糖ってどこでしたっけ。こっちの引き出しじゃない。あれない。ねえチュチュ、お砂糖ってどこだっけ。ちょっと今話しかけないで。ケーキにろうそく立てるの失敗したらどうするの。おかしいな、皿皿。一つ奥の棚、二段目にしまってあります。ロクさんがお探しのお砂糖はその下の引き出しに。そしてチチ様、ろうそくはパレオにお任せください。すごい、あっという間に準備が終わっちゃった。せっかくパレオさんにゆっくり。ご安心ください、パレオはこの空間にいるだけで楽しいので。それに皆さんがパレオをねぎらおう、お祝いしようと思ってくれた、そのお気持ちだけで十分すぎるほど幸せなんです。それなら準備を手伝わせちゃった分、お祝いは盛大にしなくちゃね。でもどうしましょう、ケーキとプレゼントの他に喜んでもらえるものなんて急には。でしたら、あのバスパレの新作ライブ DVD をみんなで見るというのはいかがでしょう。もちろんペンライトやうちわの振り方、さらには新曲のコール&レスポンスのやり方までバッチリお教えしますから。それは盛り上がりそうだな。うん、すごく楽しそう。はあ、冗談じゃない。と言いたいところだけど、今日はお祝い特別に付き合ってあげるわ。それではパレオさんはこちらのソファーへどうぞ。本日のVIP席です皆さん。ああ、